での議決により設立したアイルランド銀行はアイルランドの最も古い銀行で継続的に営業している銀行であるアイルランド銀行はアイルランドの中央銀行ではないしかし商業銀行であるだけでなく預金管理機関や信用機関でもあるため以前から存在していたスコットランド銀行やイングランド銀行のように 多くの中央銀行としての機能を果たしていた。アイルランド銀行は英国政府の財務会計を運営しており、19世紀には最後の手段としての銀行家としての役割を果たしていた。理事長の肩書や理事会の肩書そのものからも中央銀行の地位を示唆している。 1922年のアイルランド自由国設立から1971年12月31日までアイルランド銀行はアイルランド政府の銀行だった。アイルランド銀行級本部アイルランド銀行級本部の中には1970年代までの銀行の本部はダブリンのカレッジグリーンにある国会議事堂だった。この建物は 1729年に、エドワード・ロベット・ピアース卿が、アイルランド議会を収容するために設計したもので、世界初の両院制議会用の建物だった。アイルランド銀行は、ウェストモアランド通り、フリート通り、カレッジ通り、ドリア通りに囲まれた敷地に、ジョンソン卿が設計した建物を建設することを、計画していた。しかし、1800年の合同法の施行後、 1803年に新たに廃止された国会議事堂がアイルランド銀行に買収されたためこの計画は中止された。旧国会議事堂は現在も現役支部として続いている。今日でも旧本部ビルの中にあるアイルランド貴族院の会議室を見学することができる。アイルランド共和国の近代議会であるウラクタスは現在ダブリンのレンスターハウスに入居している。 2011年、アイルランド政府は、カレッジ・グリーンの国会議事堂を文化の場として使用するための会場として取得する案を打ち出した。1970年代には、ダブリン2区のローワー・バゴット通りにある近代的な建物に本部を移転した。フランク・マクドナルドが、著書、デストラクション・オブ・ダブリンで指摘しているように、これらの本部が建設されると、 世界の同価格が高騰する原因となった。2010年にはメスピル通りにあるより小さな本部に移転し、2020年現在も続いている。アイルランドの個人、商業、工業、農業の各分野で幅広い金融サービスを提供している。これらには、当座預金サービス、当座貸し越し、中長期貸し出し、住宅ローン、国際資産融資、 リース、分割払いクレジット、債務融資、外国為替施設、金利、為替レートヘッジ手段、執行人、受託者サービスが含まれる。ダブリンに本部を置き、アイルランド全域で事業を展開している。また、北、アイルランドでも事業を展開しており、ポンド紙幣を独自に印刷している。イギリスでは、1996年にブリストルとウェスト、 住宅金融組合の買収により、銀行は大きく拡大した。また、アイルランド銀行は、英国全土の英国郵便局や保険会社の AA、セービングスにも金融サービスを提供している。その他の地域での事業は、主に、フランス、ドイツ、スペイン、アメリカ合衆国でサービスを提供している、アイルランド銀行コーポレートバンキングが行っている。アイルランド銀行は、 中央銀行ではないが、イギリスでは、スターリングポンド紙幣の発行権を持っている。ダブリンに本店を置く一方で、北アイルランドにも事業を展開しており、アイルランド分割前からの紙幣印刷の法的権利を保持している。これらは、スターリングポンド紙幣で、イングランド銀行権と同じ価値であり、旧アイルランドポンドの紙幣とは異なる。 アイルランド銀行券の裏面には、アイルランド銀行のロゴが描かれており、その下には北アイルランドの6つの券のうちの1つを表す文章が並んでいる。その下には、ラテン語のモットーである、ボナヒーデス・リパブリッキー・スタビリータスに囲まれた、ヒベルニアの座像が描かれている。2008年4月に発行された原行の5ポンド、10ポンド、20ポンド、紙幣は、 すべて裏面にオールドブッシュミルズ上流書のイラストが描かれている。2008年以前はすべてのアイルランド銀行券の裏面にはクイーンズ大学ベルファストのイメージが描かれていた。紙幣の種類の主な違いは色と大きさである。アイルランド銀行はアイルランドで独自の紙幣を発行したことはない。1927年の通貨法第60条では アイルランドの銀行が銀行券を発行する権利はなくなったが1929年から1953年にかけて同法に基づくすべての株主銀行が発行する共通のデザインの連結銀行券が発行された。これらの紙幣は法定通貨ではなかった。マイケル送電は2004年5月29日銀行のコンピュータから 会社の方針に反するわいせつな素材が見つかったことが発覚し、グループの最高責任者を突然辞任した。送電は、個人的な声明を発表し、信奉する説明責任、透明性、開放性の高い環境での高水準の誠実さと行動はアイルランド銀行に恥を欠か,かせることになると説明した。2008年4月には、 2007年6月から10月にかけて顧客1万人分のデータが入ったノートパソコン4台が盗まれたことが発表された。顧客情報には名前、住所、銀行の詳細、医療、年金の詳細が含まれていた。盗難は当初警察に報告されたが銀行の上層部がこの問題を知ったのは 内部監査で盗難が発覚した後の2008年2月で2008年4月中旬までデータ保護委員会とアイルランド中央銀行に助言しなかった。また、機密データを保護するために暗号化をしていなかったことも明らかになった。その後、影響を受けた7つの視点の詳細と書道の対応についてのプレスリリースを発表したが、同月下旬には、 3万1500件の顧客記録が影響を受け、支店数が増加したことを確認した。2009年2月27日、ダブリンの犯罪組織がカレッジグリーンにあるアイルランド銀行本店から700万ユーロを盗んだと報じられた。アイルランド史上最大規模の強盗事件で従業員の交際相手の女性と母親、 母親の5歳の孫娘が銃を突きつけられて人質にされた。警察は翌日に6人を逮捕し180万ユーロを回収した。アイルランド銀行の広報担当者はこの事件に巻き込まれた職員とその家族の安全と福祉を最優先に考え銀行のあらゆるサポートサービスを利用できるようにしていると述べた。アイルランド銀行はパレスチナを 帰国とみなし、アイルランドパレスチナ連帯キャンペーンの口座を閉鎖した。シンフェイン島のメアリー・ルー・マクドナルドは、パレスチナの人々への非道な侮辱と呼んだ。ありがとうございます。